よ、ふらっと歩いて帰ってきて、今ホテルです。昨日もなんだけど、すごいすごいたくさんの方が来てくれて嬉しい。自分のファンの方が客席とか見れる時に見ると、大体ファンの人がいる。嬉しい本当に。クッパだよ。あ、真央ちゃんだ。あ、もうこのコメント探そうと思ったら携帯ふらついた。真央ちゃんはクッパ誕生日なんですよ。真央ちゃんは真白役の人、仲良し友達。知ってる顔いました？うん、お見送りでね、超嬉しい。あ、また知ってる、また知ってるって思う。本当に嬉しい。ありがとうございます。本当にお見送りがある舞台でよかった。舞台ってさ、ライブと違ってみんなの顔とかあんま見れないからさ、なんかね、あれじゃん、なんかみんながなんか来たのに気づいてくれなかったって思っちゃうじゃん。だけどお見送りあるからちゃんとわかる、みんなのこと。みんなストーリーとか見ました？ストーリーにグッズとか載せたんだけど、そっちもよろしくお願いします。今日はね、実は夜公演だったので、それ集合が遅かったから、くるみちゃんとあのこの舞台の主演の高橋くるみちゃんと一緒にね、ご飯食べてきたの。カレー食べた。美味しかった。なんか私カレーブーム、カレーブームとか言ってたの自分の中で。でカレーブームって言い出してから多分2回ぐらいしかカレー食べてないんだけど、食べたカレーもの中で一番美味しかったかもしれない。インドのカレー、インドカレー食べたの。なんでこんな、なんでかかったけど写真撮るの忘れちゃった。しかも今日くるみちゃんと服がすごい似てたんだけど、それも写真撮るの忘れちゃった。こういう花柄のワンピースにライダース着てたの、二人とも。なのに写真撮るの忘れちゃった。ちくしょうって感じです。カレー本当に美味しかった。もうカレーの話していいですか？ナンがあってカレー2種類にしたの。なんか銀のお皿になんかほんとちっちゃい、こうなんかこういうこれくらいのお皿にカレー2種類でね、ベジタブルカレー甘口とバターチキンカレー中辛頼んだんだけど、本当に美味しいっていう話。美味しかったです。なんか毎日お稽古始まってから、まあ、その前夏ぐらいからか、もう本当に毎日家に帰ることが少なくなったから、毎日毎食コンビニみたいな感じだったの。外食することもそんなにないし、だからね、嬉しかったですね。美味しかった。初日見て危うくマリア推しになるとこだったねえ。マリア推しになろうよ。でも本当にお見送りとかで思うのは、え、この人私推しじゃないのに来てくれてるって方がね、結構いるんですよ。
この人3押しぐらいだよね絶対みたいな人が結構いて、でも3押しとかなのに来てくれるの超嬉しくないですか？1押しとかで来てくれるのももちろん嬉しいけど、3番目に好きなのに来てくれるんだよ、わざわざ私のために。3番目なのにありがとうって感じですね。だからこれそれで来てくれたらちょっと推しランク上がるんじゃないかなって思ったけど、そうでもないみたい。でも本当に嬉しい。二押しの女、本当にだって本当に多いよ、本当に多いと思う。二押しとか三押しとか四押しとか五番目に好きとか多い、めっちゃ多い。大体の人が五番目ぐらいに好きなんじゃない？そんなことないか。みんなの五番目ぐらい、一番ではない。プレゼントはお菓子でもいいですか？どうなんだろうね、わからないです。それはでもあのあれです、五反田タイガーの公式ホームページにお花とかプレゼントの決まりとかが載ってた。一番決められない、わかる、わかる。あくびしそうねえ。みんなパンフレットとか見た？パンフレットとかもおすすめ。パンフレットとかね、あと写真もいっぱいあるの。写真はね AKB の生写真とかじゃ着ないような服着てるから、オイランの着物と、あとハロウィン、ハロウィンは私は AKB のハロウィンの生写真はマリアちゃんはこれでしょみたいな感じで半笑いで決められた、すごい全身防弾の、あの牢屋に入れられてる人のコスプレしたんだよ。だけどそう半笑いで決められたんだ。だけど今回はそのなんかアイドルとして呼んでいただいてるので、すごく可愛い赤いなんか魔女みたいなのを着せていただいたのですよ。それもぜひよろしくお願いします。あと着物とそれのファイルとかもあるの。でもやっぱ着物姿とかは絶対レアだから、私も自分の写真欲しい。こんなこと言ったらあれだけど欲しい。あとストラップとかかな、トートバッグもサイン入りが先着である。明日は2回公演なんだけど、お昼の方はアフターイベントがなくて、そうだから今ちょっと作戦中で、夜公演はお見送り会があります。台本売ってるんだ、へえ。東京着いた、明日昼夜行くよ。わざわざ東京の遠くから来てくれてるってことだよね。ってことはありがたい、ありがとうね。しかも昼夜でも、この舞台はね2回見たらすごい面白いと思う。1回目ですごい面白いんだけど、2回目見ると、1回目で気づかなかったことに気づくっていうの、なんか乗船っていうのかな、いっぱい貼ってある乗船に気づいて、多分クスクス笑っちゃうような舞台だと思う。お見送りは思ってたより喋れた。そうだね、お見送り粘れるからね、今回は剥がしがいないのでね。
伏線って読むの、あれ行線って読むんじゃないの、伏線、もう本当は何、行線って読むんじゃないの、いっぱい貼られてある行線みたいな言わない、サスペンスとかで。伏線、伏線、あ、伏線って読むんですか伏線って読むんですね、知ってたけど、まあ知ってましたけど、そう、伏線がいっぱい貼られてるような舞台なのでね、あ、そういうことかって思いながら2回目は見られて面白いと思います。はい、そう、伏線、伏線、伏線伏線ね、そう、伏線めっちゃ貼られてるから、うん、乗線とも読むけど、はい、これはダサい、これはダサいわ。そう、ここでは乗船です、はい。そう、ファンを試した、そう、みんな分かってるのかなっていうね。11時10分か、うん、やりたいことあるんだけどさ、それやってたら朝になっちゃいそうだからさ、悩みますね。休憩時間にやるとかもあるけど悩むな。うん、お花もいっぱい届いてて嬉しかった、ありがとうございます。あ、萌えさんだ、萌えさんがコメントしてる、おい、ぐんまりだって、萌えさん、かや、りっか、萌えさんはあれ、 iTunes で萌えさんの歌がね配信されてるから、そっちもみんな聞いてみてね。いいな、私も歌いたかった、ガールズ、いい曲、聞いてみてください、ぜひぜひぜひ。たくさん聞かなきゃ、だって歌って、それはね、新宿村ライブに聞きに来てくださいよ。もぎ元気、こっちが聞きたいぐらい、もぎ元気、こっちが聞きたいな、ずっとずっと会ってないし喋ってない。でもね、見に来てよって LINE したらね、本当にね、ちょうどよくね、猛儀の予定と被っちゃってね、来れないんだって、残念。メールも来ない、そうなの。でもね、今すごい忙しい時期らしいよ、学校が。そう、だから来れないって言われたから、学業との両立頑張ってますのでね、うん、じゃあ代わりに私のメール取ったらどうですか。私メール毎日 3通送るのが、送るって、まあ、3通少なって思ったかもしれないけど、内容はしっかりしてます、質がいいメール、どう。今月のね、あ、先月になっちゃった、先月のね、メールのおすすめメンバーに選ばれたんだ、メール選抜じゃないけど、ぜひ。最近はでもずっと舞台の内容ばっかだけど、一応質はいいと思ってるので、メール取ってみてください。
取ってみる、言ってみるもんだね。私さ、こういう最近するようになったの、自分の宣伝。なんかメール取ってみてくださいとか、握手会ぜひ来てくださいとか、あんまり今まで言わなかったんだけど、ちゃんなんか言うと、ちゃんとなんか、そんななんか言った分だけってわけでもないけど、言って損はないなって感じ。まあ当たり前だけど、今まで言わなかったのがおかしかったのか。でも言うとね、みんながね、力になってくれるんだなって思いました、最近。ね、行ってみるもんだよね、握手会とか。だって握手会、本当に握手会過去一なんかすごい悔しくなっちゃって、握手会一番好きってずっと前から言ってて、で握手会の部数が減っちゃってめっちゃ悔しくて、減っちゃった理由とかも自分でも分かんなくて、なんかだって来てくれる人増えてきたし、なんでと思ってみんな増えてんのに一人で減ってると思って超悔しくて、だからなんかみんなと、部数減るとみんなと会える時間も減るってことだから悔しくて、みんなになんかもう言ってたの、ぜひ来てくださいって。そしたらすごいたくさん完売が出て、うん、嬉しかった。言ってみるもんですよね。だからそのおかげで部数も増えたり、そういうことを最近知りました。ありがとう。でも言葉にしないといけないと思ってるけど、言葉にするのって怖いよね。ありがとう、みんな。だからでもその握手会、最近舞台とか出てたり、次の舞台も決まってるし、だから握手の会話、握手券取ったけど会話の内容ないなって思っても大丈夫です。会話の内容を作れるようになってきたので、その舞台が始まったりとか、何もない生活を送ってないからさ。だから11月にも握手会あるけど、それはぜひ舞台の話してほしい、来てくれた方は。12月とか1月に舞台じゃない、握手会来てくれる人は12月の舞台の話もしてほしいし、はい、うん、いいことだらけですね。眠いな、眠いな、あくび出そう。あとお笑いの話、ああテレビとか好き、テレビ大好き、テレビっ子、群馬育ちだから。そう、なんかそうだね、お風呂入るのめんどくさい、1時間ぐらい入ってるの最近、携帯触ってて。そんなに入るのやめようかな。だから寝るのがめっちゃ遅くなる。髪の毛もね、いっぱいすごいガチガチに固めてたんだよ、舞台の時は。だからちゃんいっぱいシャンプーするんだっていう報告。よし、じゃあもう終わりにしようと思います。終わりにするね。お風呂入る。そして明日も頑張ります。では皆さんおやすみなさい。バイバーイ。
ありがとう、今日も。また明日。バイバーイ。